は2021年1月アニメのワールドトリガーをご紹介していきます。いきなりピリピリムードの中から始まった第1話。こちらはファーストシーズンの物語からの続きから始まったためです。ファーストシーズンは2014年10月5日から2016年4月3日まで放送されてました。5年間もテレビアニメの期間が空いているため、今回は前回までのお話を振り返っていきたいと思います。28万人が住む帝都市にある突然異世界へのゲートが開いた。ゲートからはネイバーと呼ばれる怪物が現れ、地球上の兵器が効かない怪物たちの侵攻に誰もが恐怖したが、謎の一団が現れネイバーを撃退する。一団は海上防衛機関コーダーを名乗り、ネイバーに対する防衛体制を整えた。結果依然としてゲートからはネイバーが出現するにもかかわらず、帝都市の人々は今日も普通の生活を続けていた。ゲートが初めて開いてから4年半が経過し、帝都市にやってきた久我、ユーマが憎むアサムに出会うところから物語は始まります。開口編。周囲に隠しながらボーダー C 級隊員をしていた男子中学生憎むアサムのクラスに謎の少年久我ユーマが転校してくる。ユーマはゲートの向こうの世界から来たネイバーであること、そしてユーマは亡き父親の友人を探しにこちら側の世界に来たことが互いに明らかになる。そんな中ボーダー S 級隊員の陣雄一やネイバーに狙われやすい体質のオサムの幼馴染アマトリチカと出会う。そこからブラックトリガー争奪戦編、ボーダー入隊編、大規模侵攻編。ここでネイバーの国々の一つである軍事大国アフトクラトルが侵攻。侵攻理由はトリオン能力を持つ人間を捕獲するためです。そこで狙われたのがトリオン量が非常に多いアマトリチカ、別名金の雛鳥です。狙われたチカをオサムやたくさんのボーダー隊員の味方が守りきります。またアフトクラトルのヒューズは大規模侵攻収束後にボーダーの捕虜として身柄を確保されます。そして現在の B 級ランク戦のお話となっています。大規模侵攻を乗り切りユーマとチカが B 級に昇格したことで正式に B 級部隊として玉駒隊に三雲隊を結成、 A 級昇格および遠征部隊選抜のため B 級ランク戦に臨みます。この最中アフトクラトルの命を受けた属国ガラプラが現れ本部を吸収されます。テレビアニメセカンドシーズンのお話はコミック14巻から始まりますので、気になる方はぜひお読みください。